ライブ、5月講座をご視聴いただきましてありがとうございます。私、クラスルームの運営をしております、担任の酒井と申します。よろしくお願いします。ではまずはじめにクラスルームについて、簡単にご紹介させていただきます。ルミネクラスルームは2015年からスタートしたルミネが主催するカルチャースクールです。ライフスタイルをアップデートして暮らしをもっと楽しもうをコンセプトに、内面のおしゃれを磨くヒントが満載の講座を毎月実施しています。講座を通して日々の暮らしを豊かにしてくれる感性を養い、一人一人が自分にフィットしたライフスタイルについて考えるきっかけになればと思っています。まずはこちらのスライドムービーを見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。これまではトークイベント形式で実施していたクラスルームですが、社会状況を踏まえしばらくはライブ配信の形式とさせていただいています。本日の内容は動画アーカイブとして後日配信を予定しているので、今後もぜひ YouTube ルミネ公式チャンネルをチェックいただければと思います。さて、ではこれから講座となりますが、お話を聞いていてゲストに直接質問してみたいことなどが出てくるかと思います。後半に皆様からの質問にゲストが答えていく、質問コーナーも、ございますので、後ほど、YouTube のチャットで入力していただければと思います。それではこれから授業を始めたいと思います。本日はみんながこれまでに読んできた本、みんなとこれから読んでみたい本と題しまして、ブックディレクター編集者の山口博之さんにお越しいただいています。ショップやカフェ、病院などさまざまな場のブックディレクションを手掛ける山口さんに、いつもとはちょっと違った視点での本選びについてお話を伺っていきたいと思います。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、今日はライブ配信一発目ということで、はい、冒頭からいきなり僕は多分 YouTube の音声も拾ってしまったみたいにこだましてしまったすごい無限エコーでしたね。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、では山口さんの方からまずは簡単に自己紹介と、あとちょっとブックディレクターのお仕事について簡単に説明をしていただければなと思います。はい、山口博之と申します。よろしくお願いいたします。ご紹介でブックディレクター編集者という肩書きでご紹介いただいたんですけれども、まあ、編集者はまあ文字通り、コンテンツや本みたいなものを編集して作っていくというのが仕事なんですが、まあ、今回このトークの方もブックディレクターという肩書きの方での仕事というかトークになるので、そちらのご説明なんですけれども、ブックディレクターという肩書きは、ざっくり言うと、まあ、ライブラリーや、本屋さんを作る、選書をして、コンセプトを立てて選書をしてその場所を作るというのが一番分かりやすい簡単な説明かなというふうに思います。で、ちょっといくつかなんか事例を見せようかな。ちょっと簡単にいくつかだけやったやつ見せて、わっと説明すれば分かると思うので、これ新木場にあるカシカというお店なんですけれども、見えてますかね。あ、見えてます、ね、カシカってお店なんですが、このカシカの中にこの、タンスを積み重ねたようなところに、本屋売り場を作っていて、でここは僕がディレクションをして作っています。
でここも、まあ、古今東西、世界中いろんなところからの古いものやいいものみたいなものを集めているので、まあ、そういう、いつの時代、時代に関係なかったり、こことこんなものの組み合わせがこういうふうに成立するんだみたいな新しいスタイリングの提案みたいなことをやっているので、まあ、その古めかしいものだけを集めるのではなくて、まあ、物とどうやって付き合っていくかとか、新しいものを現代的な価値としてどうやって見るかみたいなことを、本っていうのを通してやっています。でこれもなんかお店の人がくどくどいろんなことを説明するとなんか説明過多になりすぎてちょっとお店の接客がちょっとうざったりみたいな状態も発生すると思うんですけど、まあ、そういうものもこういう本というのである種のメッセージ性だったり、代弁みたいなことができるという意味もあって、まあ、ライブラリーに役割、売るだけじゃない役割もここにあるのかなというふうに考えながらやっています。で今回クラスルームルミネの、これ YouTube ですけれども、ルミネのヘッドクォーター本社の中のライブラリーというのを僕はちょっとやらせていただいていて、でこれも、ルミネさんが今働く上で皆さんのお客様を迎える立場として何をやるべきか、社内の人間として何をやって考えていくべきかみたいなことを考えるための本みたいなことを選んだりしています。これ多分説明すると長くなるのでそういう事実だけ言っていきます。でこれは日本橋にある人間ドックを専門とする病院なんですけれども、でここはちょっと事前に取材していただいた記事の中でもちょっと触れましたが、なぜ100年時代と言われる中で健康診断を受けるのか、でなぜ生きるのか、じゃあどうやって生きていくのかみたいなことの二軸を両側の廊下の両側のところを使ってホワイトハウみたいなことで、考えましょうということをライブラリーでやっています。であとごくまれにここは個人亭みたいなサロンみたいなスペースだったんですけど、まあ、本当にごくまれに個人のためのクローズドなスペースというのもやったりもしています。で本を使うということで、その売り場だけじゃなくて、今年の3月半ばで終わったんですけれども、伊勢丹メンズ館の1階に1メーター以上の巨大な本を作って、この中に、原稿を書いてもらって、自分らしさとは何かみたいなことを考える、44人かなの原稿を書いていただくということもやったりして、本を使って何か展開をするということもやっています。っていう感じでございます。っていうのがいろんな本を使ってやるブックディレクターの仕事ということですね。ありがとうございます。なんかあれなんですね、ショップだけじゃなくて企業の本棚であったり個人の、そうですね、お店はなかなか、まあ、本屋さんという業態自体が簡単じゃないというところもあって、まあ、以前はいろんなお店の中に本屋さんをつけましょうというお仕事もありましたけれども、どうしても本屋さんがおざなりになるというか本業の他のものを売るということがメインになってくるので、本屋さんの機能がややちょっとおまけみたいになってくることも多くて、でそれは多分やってる側も問題として考えつつやってたんだと思うんですけど、だからそういう場所よりはもっとちゃんと使える場所としてライブラリー的な役割を明確にやっていった方がいいんじゃないかということは、多分お互いの仕事の変化として生まれてきているのもあるかなと思います。何がきっかけでこうオーダーが入ってくるんですか。やはりなんか何がきっかけで、それが僕が聞きたいですけど、そのきっかけを満たせるなら逆に産んでいけばいい話なんで。なんかね、本って言えばこう、まあ多分皆さんのねお宅にも本棚が今山口さんの後ろにもたくさん並んでいるんですけれども、はいはい、自分で好きな本を選んで並べてっていう風にすればいいと思うんですけれども、うん、そういうことですね。意味を持たせたいとか。そうですね、まあ、出版をめぐるその、まあ、状況的なことも含めて、書店、まあ、出版点数っていう点数自体、数自体はまあ年々増えて、ここ数年ちょっとやや減ってるんですけど、基本はずっと増え続けてきたんですね。で出版不況だ、活字が読まれなくなったって言われながらも本番はすごい出るような状況の中で、まあ、書店はでも減っていると。でそうするとやっぱ売れ筋の本が基本的に店頭に並んで、しかもすごいスピードで回転していくわけですよね。でそうすると、まめに書店に行かない人にとってはどの本が面白かったりおすすめなのかとか、そういうことへの、なんていうの、距離、自分なりの距離感の測り方とか経験値みたいなものが積む前にただ流れ過ぎていくみたいな状態があって、なかなか自分の本の関係、どういう本を読んで次どういうものを読もうみたいなことがあんまり有機的につなげられるようなスピード感じゃなくなってきたっていう状況もあるだろうなっていうのがまずあり、でその中ででも本は読んだ方がいいと思うある人たちがいたりとか、僕らみたいにこういうことをやってこういうことが本を読むことによって起こるんじゃないでしょうかみたいなことを言い続けていると、まあそれにやっぱり反応して
じゃあこういうこの場所にちゃんとリアルな自分たちがいる場所にライブラリーを作ることによって、その本屋さんに行くことに見つけられない新しい出会いみたいなものを生み出すことができるんじゃないかみたいなことを期待してお仕事いただくっていうことは多いかなと思います。うん、うん、もうその本を選ぶというのと、やはり本との出会いの場所を作るというのが仕事のメインという感じですか。そうですね、多分もう そう本との出会いで、その出会いをどこまで、まあ、深めていけるかというか、まあ、入り口を作って、あとはもう本屋さん行ける人であればどんどん行って買っていただくのが僕らの仕事としてもいいことなので、まあ、その辺は、どこまで奥行きを作りたいかっていうのは、その場所が求める本棚に求める機能というか役割みたいなことの、によってくるのかなという気がします。はい、もう早速本の量がすごいとかこうコメント入ってきてるんですけど、そうですね、事務所ですね、事務所の打ち合わせ室、ね、うん、だからお客さんを迎え入れる場所なので割と綺麗に入ってる状態になってますね。ここはね、ってことはあれですよね、僕も行ったことあるんですけど、はいはい、後ろ側めっちゃ本の量があるという感じです、ね、そうです、今ここが背中があって、まあ、見えない端っこまであるんですけど、あって今年の初めに大掃除して新しく廊下に本棚を作ってで、パソコンのある仕事するスペースの横が、まあ、事務所シェアスペースなんですけど、横に、3事務所分の棚が並んでて、僕の本棚が結構何本もあって、でかつお家の部屋が一部屋全部本になっていて、あと部屋のいろんなところに本が積んであるみたいな状態なのでこれただ本を家の各場所に積んでるのは、まあいろんな役割があって積んでるので、収まりきらないから必ずしも積んでるって意味ではないんですけど、もう至る所にあります。その場所によって置く本のジャンルとか変えてたりするんですか。そうです、まだ多分、分かりやすいのはトイレ と、ベッドサイドが一番分かりやすいんですけど、ベッドサイドも最近子供、ここのステイホームなこともあってずっと子供の読み聞かせ的なものをひたすら子供に要求されるので、まあ、読んでるんですけど、そうするとまあどうしても絵本しか読めなくなって絵本がどんどん増えていく状況で、でトイレは唯一子供から離れて落ち着ける場所なので、まあ、その時間に読める、でもちょっとだけ10分とかそのぐらいだけ、もしくはまあもうことが終わってもちょっと長いし15分なり読んで、まあ、一区切りつくみたいな本っていうのを割と選別をして、置いて、その時その時で読めるもの、だずっともう長く読む時間を確保するというのは、今そのツイッター見たりインスタ見たりとか、自分で控えればいいんですけど、控えるんですけど、なかなか控えられないこの状況の中で、まあ、そのいう時にちょっとずつでも読める場所を作っていくと、まあ、いつの間にか読めているということもあるので、まあ、その、なんていうの、自分の仕事柄も読める本が増える、読める量が増えるし、ジャンルをちょっと分けられたりとかもするし、偏りなくなんか読むって意味でも、トイレで難しい本を読まないので、なんかそういう意味でなんか緩急みたいなこともつけられていいかなと思ってやってますね。山口さん、読書量とかもう半端ないと思うんですけど、さっきおっしゃられたやはりまとまってこう本を読む時間を確保するのがこうなかなか難しいというのなんですけれども、もう本当にこういろんなところにいろんな種類の本を置いておいて、うん、で並行して何冊も読むようなスタイルなんですか。最低トイレとバッグの中とリビングにある本と、なんか本読む場所みたいなソファーみたいなのがあるんですけど、その最低4冊あって、で最低4冊あるんですけど、各それぞれでもトイレでも何冊か読んだりとかするので、その時の気分があるじゃないですか、うん、トイレ入ったけどこの本読もうかなこの本読もうかなって一緒に選んだ時のやつがいくつかあるので、7、8冊ぐらいが並行基本かな。普通に日々読むのは7、8冊ぐらいかな。うん、そうですね。もう、それ、すべて読み切る感じですか？なんかこう、積んどくっていう言葉もあるように。ただ、例えばトイレのやつとかが、1回読み続けて半分まで読んだけど、他の本を読み始めて、次がいつ読むか分からないみたいな状態は全然ありえるので。それをいつ読んだみたいなことは言えないって意味で言うと、途中のやつは結構あります。じゃあ結構読み切らない罪悪感みたいなのって、結構積んどくみたいなのって、はいはいはい、読んでないでも読まなきゃみたいな、買ったのにみたいなところがあるんですけど、もうそこを何ですかね、もう本をなんかもうこんだけ常日頃買い続けてると、
もはや読まないことへのもったいなさみたいなものほぼなくて、もう日々買ってるから、まあ、当然読めないよねと思いながら買ってるのもあって、もうそれはあんまり罪悪はなくて、逆に読みたいと思ったら読めるし、必要だなと思ったら読むので、それはなんかあまりそこに罪の意識を感じ、まあ、そのもったいないって自分のお金の経済的な意味でも感じるかもしれないですけど、まあ、内容的な本との付き合い方でいうと特に考えなくてもいいのかなと思ったりしますけどね。なるほど。それでもやはりブックディレクターという職業でこういろんなお客さんにこういろんなあの本の提案をされるから、それでいろんなジャンルレスといいますか、こういろんな自分の本を普段から心がけて読んでるんですか？心がけて読んでるっていう意識的なことよりは、面白そうな本は別に難しい形の学術的なものであってもそうじゃなくても多分どこの表現でもあると思うので、ジャンルだから切るみたいなことは全然考えてないですね。あれですか、質問でも来てるんですけれども、あのジャンル問わずこうブックディレクションされている。そうですね、あのいわゆるその本当に専門書みたいなところの中に漫画と絵本を入れることも全然ありますし、活字ばっかりじゃなくて写真集入れることもあるし、アートの本入れることもあるし、何でもありますね。もう入れるのは雑誌だって入れるのは入れたいぐらいですけど、まあ、雑誌はただ定期刊行物なので簡単に入れないですけど、ただ場合によってはあの特別号みたいな雑誌があれば全然それ入れてもいいなと思いますし、全然そこはそこに何が必要かから考えていく感じですね。これまでちょっとこのオーダー難しいなとか、どうやってコンセプトを紡ぎ出そうかなみたいな感じで迷った。いやでもね、意外と本で回答が出せないことって多分あんまなくて、でまあというか実は本がどの情報でもどのジャンルの話題でも基本的には扱っていて、本が扱ってないジャンルってなんかあんのかな、っていうぐらい多分なあるんですよ、多分何でも。で何かその何かこういう本棚を作りたいとか、今こういう課題を持っていてライブラリーを活用したいんだみたいなオーダーがあると、でそのオーダーって大体何かしら噛み砕いて違う言葉で言い換えていくと、やっぱりなんとなくどこも共通した悩みだったり課題だったり、そういうものにやっぱ置き換えられるんですよね。でそう考えると必ずしも特殊と思っているけれども、本当にそれが特殊なのかどうかで、特殊なことを特殊なように考えるのであれば、多分それが本当に答えは本を読むことの答えなのかっていうのはまた難しいところだと思うので、でそれは多分その特殊に対して特殊を答えるってことじゃないやり方っていうので本の場合は答えていくんじゃないかなと思います。いやでも今のお話すごく興味深いんですけど、あの、まあ、読み解いていくと何かこう共通するものがこう見えてくるみたいなので、でこう言い換えると、でこう自分時代の気分みたいなものなのか普遍的なものなのかっていうのもすごく興味深いんですけど、いかがですか？どうでしょうね。でもまあ出版の傾向から今何があの話題になってるかとか、こういうことを考えたいと思ってる人は当然多いんだろうなみたいなことがやはり見えてくるので、まあ、そこから紐解くこともありますし、なんだろうな、でもまあでもこれは自分の傾向としてなんとなく自然に買ってる本から出てくるっていうことはでもありますかね。でもね、なるほど。ちなみに本買うときのこう基準って何かあるんですか、山口さんの中で。買う基準。ちなみに坂井さんってあります？買う基準ってどういうことなんだろう。違うかなという、もうタイトル勝負みたいな。それかまあ、あの SNS とかで自分が割と相性のいい人が勧めているものか。なんか多分本、あのまあ、これ仕事なので、まあ、単純本にかける予算とか買い方が多分他の人とはまず違うっていうのも多分あるんですけど、ある意味ではそんなにだから悩んでるけど悩んでないというか、金額が今多分ね2000円台の本でちょっと高いと思われる傾向があるんですけど、2000円以下じゃないとなかなか即決できないみたいな人結構多いと思うんですけど、僕にまた2000円台は全然悩まないんですよ、多分金額的には欲しい本であれば。3000円台でやや悩み、4000円台は1回 Amazon のボックスに入れとカートに入れとくみたいな作業があって、でカートってあれ600冊保管できるんですけど、 Amazon って常に600冊常にいっぱいなんですよ僕あれ。
でいっぱいになってて、でそれで、そこからもう一回なんかたまに定期的に見て、でこれ今やっぱ入れてたけどいらないなとか、もう一回買おうかなとかっていうのを、まあ、常に繰り返して600冊を入れ替えつつ買っててみたいなことをずっとやってて、だからその時必要だと思ったら割と迷わず買ってしまうので、内容的な基準とかはねその都度だからあんまり説明できないんですけど、何ですかね買う基準って。あんまりなんか世間の評価がどうこうはそんなに気にしてないかもしれないですね。ちなみにステイホームで自粛期間が長かったんですけれども、はいはい、ここ最近はどんな本を、今日のテーマでも、みんながこれまでに読んできた本、みんなとこれから読んでみたい本という。そうなんですよね。いろいろ読んでたんですけど、何かな。何がいいか。一個はでも、これちょっともううちの娘が落書きしてるんで、あんまりこんな字書いてるのあれですけど、分解の哲学っていう本は、これ逆ミラーリングして見えてます今。いや、ちゃんと見えてます。見えてます。ちゃんと見えてます。これなんてうちの娘書いたんだかわかんないですけど、今。これ分解哲学ってこれと発酵に関しての話なんですけど、まあ、これと藤原さんっていう、兄弟かな、今にいらっしゃる人で、農業史とかそういうものをずっと研究している人で、まあのナチス時代のナチスドイツの、農業の話とか、それオーガニックのオーガニック農業、まあ、ナチスはずっと推奨してやってたんですけど、まあ、そういう話だったり、トラクターの話とかで、そういう農業から戦争、まあ、マスタードガスとか農業の話と戦争とつながってきますけど、まあ、そういう文明のものと農業とのその文化みたいなこととの共通性だったりとか話をしていて、でこれはその農業的な話からその、腐敗と発酵みたいな話をずっとしていくんですけど、まあ、腐敗と発酵っていわゆる微生物の話なので、まあ、今回 そのウイルス的な話っていうのとも、まあ、近しい分野としてあって、でじゃあその微生物の働きって人を殺すみたいなこと以外に、まあ、どういうことがあるんだろうみたいなことを少し考えることは必要だろうなと思って、で発酵みたいなのはここ数年ずっといろんなところで話題になっているテーマですけど、まあ、もうちょっと文化としてそのもの、発酵そのものよりは文化として、捉える、でその発酵っていうところから、まあ、何かを修理するとか、そういうなんか物事を分解してもう一回組み立てるみたいなことっていうのをくず鉄を拾うとか、まあ、そういうところにロボットの話とか、そういうところにこの人の話はスライドしていくんですけど、ただその腐敗や発酵みたいなことが持ってる言葉とか文化とか考え方がどこまで今世の中のところで言葉として使えるのかみたいなこと、考え方として枠組みとして考えられるのかみたいなことをこれを読むと分かってくるので、なんかそれはすごい面白い有用な視点だなと思って読んでましたね。まあ、あとはまあこういうやつとか、こういうのもしたね。でもお金がね、みんな働かなくてもらえ、僕らみたいな仕事がなくなると一気にお金がもらえなくなるようなタイプの人たちは、いろんなことを考えなきゃいけなかった時期でしたけど、まあ、資本主義の限界なのか、これからの資本主義の新しい可能性なのかみたいなのをみんなずっと話をしている中で、まあ、どういうことがあるかなっていうのは、まあ、贈与はまたいろんなところでよく持ち出されるテーマなので、まあ、今これニュースパブリッシングから出てる、ニュースピックスのところの出版社ですけど、まあ、今現代的なそのウェブメディアやってるところが出してる本として何を考えてるのかっていうのをちょっと考えたいなと思ってやっていたり、あとこれすごいいい本でしたけど、急に具合が悪くなるっていう、磯野さんで医療人類学をやっていた方で、宮本さんというのも哲学者の方で、ちょうどこの本を出した後に亡くなられたんですけれども、その闘病中の、時期を医療人類学の方と、往復所感的に話をしていくということで、自らの命がなくなっていくっていうそのことを哲学者はどう言葉にしていくのかみたいなことを、その医療人類学って医療とかの世界を人類学的に見ていくっていう研究者の方ですけど、と一緒に言葉にしていくっていうのをずっと往復でやっていって、そして僕ら読んでいる、僕らはすでにこの宮野さんが亡くなっているっていう現実を思いながら読むっていう状況なので、なんか非常になんか考え深いって言い方簡単ですけど、考えるべきポイントが多かったなっていうのがありましたね。だからその急に具合が悪くなって、まさにこの状況であり得る話だったし、いつ誰がその死の淵に行く可能性もあったので、それを踏まえてこれもちょっと読んでたところはありましたね。
ありがとうございます。もうまず今の本当に社会情勢の気分そのまんまという感じで、本当にインタビューをさせていただいたのが1ヶ月前で、その時、はい、今気になっている本とかご紹介いただけますかって言ったら、本当刻々と社会の状況が今変化しているので、本番の1ヶ月後のことを考えると、本当にその時の、自分の気持ちやそれすらも分かんないから、その時にならないと今進めたい本とか今読んでる本とかっていうのは紹介しづらいっていうエピソードです。そうでしたね。なんか1ヶ月後、ね、非常事態宣言解けちょうど解けましたけど、この解けたのもどのぐらい、僕らに与えられた根拠はあまりあるのかないのか分かんない状態で、一応動かさないと経済が回らないみたいな状況だと思ったので、なったなと思ったんですけど、だからそれがどう動くかも分かんなかったので、楽観視なのかもはや絶望してるのかみたいなこともちょっと分かんなかったし、安易にここで1ヶ月収まってるといいですねみたいなことを笑いながら言えなかったかもしれないということを考えると、まあやはり収録じゃなくてもよかったかなと思ってこっちにお願いしてたってところでしたね。でもそれって本当に今こう、社会で起こって世界で起こっていることをこう解像度をちょっと高めて、そこに沿って本を読んでみたいなと思うのか、それともこう今の自分の気持ちに、要はこう今の自分って何に興味があるんだろうっていう本を選ぶときの、その時読みたい気分の本を選ぶときの基準ってどこに置いてるんですか？そうですね、でもやっぱり今状況が状況だけにどうしてもツイッターとかをまめに見ちゃうじゃないですか。でまめに見るといろんなニュースなりいろんな愚なりなんか怒りなり悲しみなり喜びなりみたいないろんなものが出てますけど、まあ、やっぱそういうことがあった時にこのことって結局どういうことなの、結局何なんだろうみたいなことっていうのが、まあ、考える癖みたいなもんですけど、これって今起こってる問題は結局何なんだっていうのをやっぱり考えないといけないと思ってて、まあ、コロナウイルスが流行ってます、家にいなきゃいけませんっていうのは、まあ、ある種の事実的な話で、その事実はまあ全員に共通してるとしても、そこで考えるべきとか、それって実際自分にとってどういうことなのかとかっていうのを考えると、単純にいろんな問題がいっぱいあって、でまず事実考え始めたら子供といる時間異常に長いじゃないですか。でこんなに子供と長い時間いるのって、まあ多分今までなかったと思うんですけど、すげえしんどいじゃないですかまず仕事が全然できないし、ずっと遊べって言われるし、で子供もストレス溜まるし、親もストレス溜まるし、で子供の普段保育園行ってれば見えてなかったであろう、そのイライラした時のこととか、いろんなことが多分見えてくるんですよね。でそれが見えてきた時に、じゃあ何を考えなきゃいけないのか、でイライラしてる、親もイライラしてる、で子供のせいで親がイライラしてるっていう問題と、子供がイライラしてる、親がイライラしてるっていうのは別の問題とも考えられると思ってるんですけど、でそう考えると自分の問題と全体の問題とって2つの問題がこう出てきたりするじゃないですか。でそうすると何を読めばいいかってまたちょっと違ってきたりする気がしたりもしたし、でそれって子どもの、じゃあ家の環境、家の住宅の構造が一人一部屋みたいなことをうまく分割して分けられてない現状から来ているのかもしれないとなると、この住み方の話にもなってくるじゃないですか。で住み方の話にもなってくるし、でこうすると子どもが子ども同士うまく遊べる環境があればいいんじゃないかってことになってくると、このコミュニティの話とか地域の安全の話とか公園のあり方みたいな話もなってくるし、なんかいろんなものって、まあ常にどこまででも話って多分広がっていくし、それって自分のことだと思ってたものがほぼどこあらゆる社会の話につながりうることだと思ったの で、それから多分無限に本を読み続けてるって多分そうやって無限に話が出てくるので、なんか無限に追い続けないとどうにも不安になるというか、これ結局どうしたらいいんだろうって自分なりに何かを考えることができない状態の方がちょっと嫌な感じがあって、そのために何かしらそこに引っかかる本を読む、もしくは引っかからない本を読んでるときに新しいことが引っかかってくるみたいなことを繰り返しているという状況なんだろうなと思ってますけどね。もうでも本当にその、問い続けるというこうお話にもこう聞こえたんですけど、本をこう読み続けていてしんどいなって思うこととかないんですか？大学時代が
僕はちょっと関係ない話だけど、思春期があんまりなくて、いわゆる春期大学時代に遅れてきた思春期みたいなのがあったんですけど、なんで俺は生きてるんだみたいな事件、大学生のぐらいの事件ずれ込んで起きてきて、でそのずれ込んで起きてきたことによって本を読んで考えるっていうことをそこで学んだ時期で、だからその本を読むってことが何かしら前に進むか、分からないことを保留したまま次に行くみたいなことを、逆に本を読むのを通じてなんか学んできたので、しんどくなるってことは多分ないんですよね。その時期以降それに対してしんどくなるってことは多分なくて、何かしらの次への布石みたいなものになってるっていうことはあると思ってます。なるほど、ありがとうございます。いやでもここからちょっと30分経ったので、質問タイムにしてみたいなと。もうすでにたくさんの質問が来ているので、はい、そちらもご紹介したいんですけれども、はい、そうですね、本当に今日 の、 あのタイトルでもある、まあ、後半の部分、みんなとこれから読んでみたい本という感じで、なかなかこう本を読みたいなと思っても、じゃあ今自分にフィットする本選びだとか、うん、まあ、つまりこうどんな本を選べばいいのかなっていう悩み持ってる人も結構いると思うんですけれど、はいはい、そういう本って山口さん日常的にすごく聞かれるんじゃないですか。そうなんですよね。でちょうどこの時期オープンチャットをちょっと僕が、仕事も含めてちょっと作って、いろんな方が主にインスタの僕のフォローの方が多かったんですけど、オープンチャットの中で本の話題をするっていうのをやっていて、でその中で多分、まあ、知らない人知ってる人いろんな人も混ざっていて、どういう状況かって、まあ、入ってる人は分かんない中でやってるんですけど、まあ、そのいきなりおすすめの本ありますかっていう、まあ、多分本のオープンチャットの中でよくあるやり取りなんだと思うんですけど、でこの質問のやり方って、まあ、よく、まあ、この仕事してるといろんなところ行って今おすすめの本ありますかとか聞かれることよくあるんですけど、オープンチャットの場合なんか路上にいて知らない人を捕まえて、なんか面白い本今あるって急に聞かれて、いやちょっと君のこと知らないから何がいいのか分かんないなみたいなことに近そこまでじゃないですけど、本の部屋って分かってるんでそこまでじゃないですけど、そういうことがよくある気もしたので、なんかもう少し本を聞くって万人に面白い本っていうのがまず ないじゃないですか。でそんな本あったら逆に怖いというか、1億人読んで1億人が面白い本なんてどんな本だよみたいな話だし、まあ、聖書ぐらいしかそれぐらい言われてないと思うんですけど、でそういうことを考えると、自分が何を思ってるのかとか、何を考えて今本を読みたいと思ってるのか、で暇つぶしがしたいなら暇つぶしがしたいっていうこともあると思うんですけど、だ暇つぶしって言ってもどういう人の暇かによっては全然また違うわけですよね。なんかそれがラノベのこういうジャンル、SF のこういうジャンル のオープンチャットですよっていうのはもちろん分かるんですけど、とか人に聞くときに、もうそういうコミュニティの中で聞いてるならあるんですけど、なんかその辺って、もう少しなんか自分の何を思ってるのか、何で読みたいと思ってるのかとか、今何に興味があるのかとかっていうのを、例えば具体的に言うことが多分単純にまあ普通に大事で、映画が好きですっていうのでも多分無理なんですよね。映画が好きですの幅もありすぎるし、それもなんでこういう映画が好きで、こういうところが面白かったとか、そのぐらいのやり取りがないと、やっぱりなんか本をあげるのって、知らない人にお勧めして、ありがとう、読んでみるねって言って、面白かったよって言ったけど、本当に面白くなかったかもしれないことってよくあるじゃないですか。この辺のなんとなく悲しいやり取りみたいなのって、多分過去いろんな人経験してると思うんですけど、とりあえず面白かったとしか答えられないやつみたいな。でその悲しいやり取りをなるべく減らして幸福なやり取りに変えていくためには、お互いも少しちゃんとその何を考えているのかみたいなことっていうのは単純に言語化していくことをできるとまあいいなというのは思いますけどね、やっぱりね。なるほど。じゃあちょっと質問がどんどん来ているので、僕の方で少し選びながらぶつけていきますね。まあ、多分今山口さんの背景に本棚が見えているからだと思うんですけども、山口さんがすごい面白いと思った本棚ってどんな方ですかみたいな、結構トンチに行った時ってこうちらっと本棚見、ああなるほどみたいな、結構その人の人となりが本棚に現れたりするじゃないですか。はいはいはい。そのなるほど。はい。作る。
まあ、要するにこの人いい本読んでるなってことですよね。うんうん。誰だったかな。誰かいた気がするけどな。誰だったかな。多分すぐ出てこない。ちょっと思い出したら言います、これ。思い出したらで、ね。はい。いやでも、あと冒頭で出てきた、なんかこう、ルミネの本棚のコンセプトを教えてくださいって、これ話してたのもあったんですけれども。さっきライブラリー、内装じゃなくてライブラリーか。はい。ライブラリーは、これ、普通に提案した内容を喋っていいですか、これ。多分、まあ、まあ、言ってまずくない範囲だと思うんですけど、まあ、ああいう小売りの、特にトラフィックが多い、SC っていうものが、業態的な SC になるかなっていう場所で、を作ってる人たちっていうのは、要するに雑誌を読むみたいな感覚で、その時の流行りみたいなものを次に次、流行り変えていくっていうような、要するにフローしていく、情報が流れていくようなことを仕事のメインのやり取りにしてると思うんですよね。で、それをやっていくっていうのは、要するにネットの情報だったり雑誌の情報っていうので十分拾っていける。だけれども、それをストックしていく情報で、ストックしていった情報をどうやってお店に反映していくのか、自分たちの人間関係、職場みたいなことで反映していくのかってことを考える、要するにフローじゃなくて、ストックした情報の使い方をちゃんと考えましょうっていうのを提案した記憶があって、で、そのストックするための情報、いろんなものを、考える、例えば物の価値って何であるのかとか、フェミニズムの話だったり、何言ってたかな、あとお金って何かみたいな話とか、あと健康の話も入れてましたね。だからその女性が多い、職場だっていうのを伺っていたので、その女性がこの職場で考えるべきことで、女性が多い職場でしかもお店小売りをやって、しかもファッションっていう分野でやってる時にお客様に対して何を、提案してなる本っていうのはなんか選んだ記憶がありますね。ちゃんと自分の中で哲学というものをこう温めながら、うん、とインプットだけじゃなく、うん、売り場にフィードバックするアウトプットみたいなところにつなげていこうみたいな。そうですね。だからなんか今流行ってるからこれをやろうみたいなものでは済まない問題が本当にたくさん今出てきてる。その環境問題もそうですし、そのフェミニズムの問題もそうですし、女性の、まあ、子育ての話とか男性がどうするとかっていうのももちろんそうだし、なんかそれが今流行りの問題じゃないっていうことを、まずは全員が、社長とかも含めて変な話考えなきゃいけない話題を全員が同じ本棚を前にすることで、でかつ同じものを手に取れる状態、その社員の上下というか関係の上下もなく全員が見れるような状態にしておくっていうことの意味はあるんじゃないかなと思ってるんですよね。ありがとうございます。ちょうど質問でも出ていたところが今話した中にあったんですけれども、はい、女性が働く上で読んでおくべき本ってありますかみたいな感じですね。何に入れましたっけね、ルミネね。何かな、女性が働く上でか。働く上でか、何がいいかな。女性っていうのに限らない気もするけどな。なんか働くっていうことよりは、もうちょっと自分の、何があるっけな。最近その、エトセトラブックスっていう出版社があって、でそれは、フェミニズムとかの本を専門に出しているところなんですけど、最近一番最新の号が、勉強しようか、こういう出版社で最新がこれなんですけど、これ美容は自尊心の筋トレっていう本を書いたライターの長田さんって方が、で、前後の編集者が変わってるんですけど、で、今回もこの人が責任編集をやって作った方で、自分の身体を誰のものでもなく考えるっていうことは、まあ、この辺が多分単純に仕事する上でも、まあ、考えておかなきゃいけない話題で、女性が多い職場では特に考えなきゃいけなくて、で、これどっちかというと男性も読むべきだと思うんですけど、まあ、こういう本を自分が読みつつ、男性と、ライブラリーの役割っていうのは、こういうところが男性も女性も両方が目につくところに置いておくっていうこともあって、
だこういう本が多分みんなの目をつくところで読むべき本だと思って見てもらえると、なんか少し分かりやすく、みんなのとこで共通の認識というか、ものができてくるんじゃないかなというのは思いますね。これは他の本もいろいろいい本いっぱいあるので、いいんじゃないかな。なんか出て。時間とは何かとか。こういうことですね。だからこれは今後も続くので、なんかこれ見て言ってみると、女性が社会で生きていく上で、何を課題としてこれまで受け止めていて、それをどういうふうに経過をとって今あるのかみたいなことは少し見えてくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、どんどん質問いきたいと思うんですけれども、はい、さっきと、ね、お子さんが家にいてという話もありましたけど、山口さんが好きな絵本を教えてくださいっていう、まあ、もしくは今お子さんに読んでる絵本とかでもいいんですけれども、今日持ってこうと思ったらそれ持ってくの 夜寝るとき読むからやめろって言われた本が、ね、それ本当っていう本なんですけど、本当っていうと、松岡京子さんという方と、張新太が書いてる本で、これです。これなんですけど、これ、あいうえお順で50音で、話が進んでいくんですが、これ、絵だったら、全部絵から始まるやつがずっと続いていくんですよ。で、これがうだったらとかですね、言葉遊びみたいなやつがずっと続くんですけど、最後に言葉のリズムとか面白さで優先して変な話になったことがそれ本当って最後疑問文がついて終わるってやつで、だからなんか調子よく言ってる話が本当なのかどうかみたいなことを、まあ、最後にちょっと疑問が浮かんでくるんですけど、要するに読んでいて単純に楽しいのと、まあ、子供とこれが大人が単純に楽しそうに読んでるみたいなことが子供に伝わった部分もあって、大人が今日が乗ってきてどんどんうまく読めるようになると子供がちょっとニヤニヤしだすとかそういうこともあったりして、割とこれそういうので面白く読んでたり、だ子供は多分大人が上手に読めば読むだけ何言ってるか分かんないんですよ。これもついていけなくて多分語彙がで意味が分かんないような話だったりするので、だけどそれ本当って一緒に子供と言うとか、そういう意味でのこの楽しさはこの本ありますね。これ昔出たのも新装版みたいなやつで、これはすごい面白かったですね。これ読んでますね。あと何読んでるかな。なんか僕の個人的な趣味で張新太の本をすごい集めてるので、張新太の本はいろいろ読んでますね。僕も張新太さんの絵本大好きです。これ単純にもう子供のためじゃなくて自分のために集めてたのでなかなか本当に面白がってるのかどうかいまいち分かんないんですけど、あと意外とこの戦争と平和も子供と読んで子供聞いてましたね。これ読んでくれてる時期もありましたね。分かってるのか分かってないのか分かんなかったですけど読んでたな。でまだやっぱ長い話がやめてくれって言われるので、絵のあるやつにしてくれって言われたんで、それもう少しと長い童話みたいなのまだいけると僕も読み応えがあっていいなと思ってるんですけど、あとこれも面白かったですね。これはなんかあるおじさんが甥っ子かな、友達の息子だったかなに、まあ、詩を一つ毎回例に出しながら、その詩の楽しみ方とこの詩がどういうことを言っていて今世の中をどう見るべきかみたいな、見ると面白いかみたいなことをこの本を通して考えるみたいな本でしたね。これは少しちょっと上かな、なんか小学生ぐらいになってくるのかな。こっちはありがとうございます、はい、じゃあちょっとこの質問一緒にしていいかわからないんですけれども、はい、山口さんのこう好きな本屋さん教えてくださいっていう、まあよく本を買う場所でもいいと思うんですけど、あ と図書館は邪道ですかっていう。いやいや全然邪道じゃないの。図書館使えるならガンガン使ったらいいと思います。本当に全然いいと思いますよ。それはあれかな、買わないことへの罪悪感みたいなことなのかな。なんですかね。全然いいんじゃないですかね。
読むんであればいいと思います。好きな本屋は難しいな。古本屋の方がかな。学芸大学のルロードという古本屋よく行くんですけど、新刊書店はなんか量が多い方がとりあえずいいので純駆動とか行っちゃいますけどね。本屋さん、そう、本屋さんは事務所が渋谷なので本当は渋谷に、いつも行ける本屋さんがあればいいんですけど、今ちょっとどんどんなくなっちゃったので行けなくなっちゃってるんですが、なんか定点観測できる本屋さんがあると本当は良くて、でそれはまあ豆に行って何にどこにどんな本があって何が変わって何が変わってないのか分かるようなお店が自分の中で1個あると、あ、これ面白いんだな、これ面白くないんだ、面白そうだなとか、そういうことが分かってくるので、なんか結構自分の行きつけ、買う買わない別にして行きつけがあるとなんか少しいいなと思うんですけど、まあ、地元の本屋は行くのと、結構本屋さんって頻繁にレイアウト変えてるもんですか？でも新刊書はもう変えざるを得ないじゃないですか、やっぱり。でそうするといわゆる売れている本以外か個人的に書店員が推したいと思う本以外っていうのはまあ下がりますね、当然。でそれってやっぱりどのぐらいのものが下がっていくかってことを考えると部数少なめのは当然下がりますよね。やっぱり売れないし、書店にとっては売れ行きとしては少ないからっていうのもあるから、そうですね、まあ大きい書店であればあるほど変えてるんじゃないかな。それ特に1階の顔になるとかは常に変わりますよね。で、あの新宿の紀伊国屋とかは1階はプロモーションスペースなので、お金払って出版社がやってる場所だったりもするから、まあ、そういうところでお金払えば当然長い期間やってるのがありますけど、まあ、そういうサービスになっちゃうので、まあ、各新宿だったら紀伊国屋行くとか、そういう町ごとのっていう感じですかね。大きい書店に行きます基本的に。うん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 。あとこう図書館も出てきたので、あのちなみに山口さん、こう紙以外の媒体でも読むんですか？これは電子書籍ってことですかね。そうですね、はい、電子書籍はあの漫画はかなりそっちにシフトはしてますね。一巻目だけなんか仕事柄もあるんですけど、一巻目だけ紙で買って二巻目以降は電子で買っちゃうとかは結構、何巻出るか分かんない怖さがあって漫画って面白い方が楽しいんだけど、面白ければ面白いだけ続く可能性があるっていう恐怖があるので、20巻とかだったら正直ちょっと買い本棚的に買い切れないんですよ、もう他の本入れたくて。だからそういうのを考えると電子にしちゃった方がいいなっていう割と物理的な理由です。なんか読むんだったら紙の方が好きなんですけど、漫画は完全に物理的な理由ですね。ありがとうございます。あとはそうですね、専門職で15年ほど働いてきて、昨年退職された方が、はい、まあ、新たな視点に立つにあたって今後の参考になる本を教えてくださいと。もう何から何に言ったのか分かんなくて古い視点も分かんないから何て言えばいいんだろうなこれは、どこからどういう移動になったんだろうか。山口さんって何かこう気分を変えたいときとか新しい環境になったときって、うん、こういう本を意識的に読んでみるとかあるんですか？まあ、そんなに多分環境が変わってこなかったってもあるんですけど、例えばまあ、これ鷲田清和さん、哲学者の人ですけど、まあ、待つということとか聞くということとか割とその、パッシブな方向、要するに受け受動的な物事の、ことの役割みたいなことを、まあ、臨床哲学っていう視点からやってる、考えて書いてるんですけど、どうしても何かやるときに積極的に何かをやらなきゃいけないとか、自分から何かをやらないといけないとか、ポジティブであれアグレッシブであれみたいなことが、まあ、やっぱり良しとされる世の中の方が多いと思うんですけど、まあ、そういうことよりはその受け手としている存在の意味みたいなこととか、あ、獣医師を読みましたって書いてあるね、うん、獣医師ね、なるほどね、獣医師か、なるほど。で他の分野ね、なるほどね。まあでも
結局この本で言うとどの分野でもまあ同じなんですけど、要するにどんどん自分から行かなきゃいけないということよりは、その自分が受け手になりつつその情報をどうやって考えていくかみたいなこととか、立場を置くかみたいな、相手の話を聞くかみたいな、まあ、お医者さんだと相手の話を聞くっていうことはむしろ職業柄やってきたことかもしれないですけど、まあ、そういうことの、意味はすごくあるかなというのは思いましたね。獣医師さんってこれ聖なる図って読んだのかな、聖なる図って、あ、これ読めない、聖なる図ってこれカバーないんですけど、これすごい面白い、あ、これあんまりあれだな、あんまりあれかもな、ちょっと話があれな方向に行くんでやめましょう、これは。そうですね。かな。でも、あ、でも、これか。そういう意味で言うと、これもそうでしたね。ドミニック・チェンさんの未来を作る言葉。これも分からない、分かり合えないみたいな。これ、子供が生まれて考えたっていう視点だったんですけど、自分と違う環境、それ、肝世界が、まあ、獣医師さんなんで肝世界ってことは馴染みあるかもしれないですけど、肝世界。それぞれの生き物が持っている世界観みたいなもの、人間が持っているものと蜂が持っているものと犬が持っているもの、それぞれが違う世界観の中で生きていると思うんですけど、まあ、それの中 で、で子供が生まれたことによってそれを感じ始めたというところから始まっていくんですけど、その分かり合えなさをどうやって言葉としては作っていくか、考えていくか、かけて作っていくかみたいなことがそれがあったので、これも発酵という言葉も出てきますけど、まあ面白くていいかもしれないですね、など。はい、ありがとうございます。今来たのが、ウェブ書店での本の選び方のコツはありますかという。基本的に私は好きな書店でじっくりと 和書、洋書、写真集問わず選ぶことが多いので、ウェブ上での本選びが難しく、好きな出版社に偏ってしまいますという。なるほど。これどうなんですかね、どうなんですかね、本の選び方のコツか。なんかあるかな。ウェブ書店上で選ぼうとすると選べないっていうことなんでしょうね、多分ね。もちろん情報がもうフラットに並びまくってるので、それだと選べないっていうことだと思うので、むしろ信頼する書き手というか、その本を紹介してくれる人とかっていうのをまあ見つけておく方が、確実かなという気もします。この人が面白いと思った方が面白いって思われて、まあ、本読む人だったらある程度いる気もするんですけど、まあ、そういうのを見つけておく方がいいんじゃないかな。なんかウェブ書店上、自分のね、いわゆるおすすめみたいに最適化されていくので、その最適化って自分にとっての本当の最適化ではない、ただの傾向の、機械的な傾向の話なので、まあ、それを考えると、そうですね、外側に何か参照点を持っておいた方がいいですね、うん、はい、ありがとうございます。で、もうあと少しだけいいですかね。はい、自分を構成する5冊を教えてくださいみたいな感じ。おなかなかこう自分の人格形成にあたってとか、ちょうど今あれですね、山口さんが今の仕事に就くきっかけとなった本ありますかみたいな質問もあったので、ああ、自分がすごく影響を受けた本、文化形成もですね。構成するってなると多分その都度で変わるのであれですけど、仕事に就くきっかけというか、本を読むようになったきっかけ自体は、まあ2種類読むきっかけという言い方であるとあって、一個はまあ雑誌なんですけど、雑誌のファッション誌で、本読むようになったのが18歳からなんですよ。いわゆる活字の本をちゃんと読むようになったのは18歳からで、いわゆる多分こういう聞いて本好きと呼ばれる人たちからすると、もうそんな遅いのかみたいな、全然読んでねえじゃねえかみたいなぐらいにスタートは遅いんですよね。でそこから読み始めて、でその時は読み始めたのが、カフカの返信を読んで、あ、本って面白いんだなと思って読み始めたのがスタートだったので、まあ、それからなんですけど、でその前ね、やっぱファッションがすごい好きで、ファッション雑誌をまあ頭からお尻まで全部読むみたいなことをずっとやってたので、まあ、そういう意味での活字を読むっていうことに関しては、そこで字を読むっていうことと写真を見るとかっていうのを、リテラシーはなんかその雑誌でファッション誌で割と作られたところもあって、
それがあったから活字に移行しても、まあ、なんか読めるようになってきたっていうのはあるのかなと思ったりもするんですけど、そういう意味で言うと雑誌はミスターハイファッションで、本が、まあ、そうですね、カフカの変身なのかな。カフカの変身と、作家で言うと安部公房と、あと、岸田修っていう精神科じゃねえか、の人、心理学者か。岸田修っていう人がいて、それの人も結構読んだし、あと渋沢達彦とか、いろんな読み始めのスタートはいるんですけど、そこから、そうですね、行くと、だからそこからどんな、なんか学術とかになってくるので、あんまり名前がメジャーじゃなくなってくるんですけど、他も全然いたので、いろいろあるな。いろいろあるな。高山博士っていう、僕立教だったの、立教の時に、ね、先生で来てた、荒俣博士の盟友って呼ばれる人なんですけど、あのシムニの親友みたいな人で、同じような研究ジャンルやってる人で、高山博士っていう先生はものすごく影響を受けたなと思ってますね。とかかな、うん、難しいですね。本の一冊一冊であげるより人であげた方が早いかなって感じですけど、うん、かな。あといくらでもあげられますね。ファッション分野とかアート分野がいっぱいいますね。ありがとうございます。はい、なんかあのライブ配信の方がいつももすごくクラスルームやってると質問来るんですけど、うん、いろんな質問が来て、うん、こうやって資料も後ろから取り出してご紹介いただけるのすごい贅沢だなってちょっと、はい、じゃあちょっとそろそろ時間となりますので、はい、これ最後クラスルームであの毎回、質問させていただいてる、質問なんですけれども、はい、このクラスルーム自体、こう暮らしをもっと楽しもうという、まあ、ライフスタイルをちょっとテーマにした、はい、をやっているので、山口さんにはね、あの1月の特別講座にもあのご出演いただいて、はい、その際にも伺ったんですけれども、改めてちょっと伺いたいんですけれども、山口さんにとって良い暮らしとは何でしょうかというところで、ちょっと1月からいろいろあって心境の変化。そうですね、良い暮らし。前の時は多分、あれ前なんて答えたっけ、誰もがそのままで生きられるような感じみたいなこと言ってましたね、確かね。良い暮らし、そうですね、なんかこの状況だとこの状況に対する答えみたいなことになっちゃうから、あんまりなんか普遍性ない気もするんですけど、なんだろうな、良い暮らしね、良い暮らしね。なんかもともとは外に出てやっていけると、いろんな人といろんな物事とかっていうのを、まあ、うまく分配しながら役割を、まあそれはお金を払うってやり方も含めて分配できてたなと思うんですけど、今それがなかなかできなくて、自分たちの生活の単位の中だけで全部それをやろう、分配し、あの役割を交代しなきゃいけない状態になっているので、その役割をいろんなところで適切に担えるような状態があるといいかなっていう気がしますね。なるほど、役割を担い合える、うん、一方的に何かお願いするということよりは、まあ、それぞれがそれぞれに果たすべき役割みたいなことをちゃんと分かってやっていける状態がいいですね。保育園がとりあえずめちゃくちゃありがたかったなって思ってます。なんか実感したので。なるほど。保育園ありがとうございますっていう。ありがとうございました。はい。ではちょっとそろそろ、終了のお時間となりますので、はい、本日の講座は、これで終了とさせていただきます。はい、山口さん、最後に本日のライブ配信での講座っていかがでしたか？ああ、でも面白かったです。うん、あまりや、結局なんかインスタライブをやるやらないをどうしようかなと思って、むやむやでやらなかったので、なんかいい機会でした。うん、ありがとうございました。はい、山口さん、本日はありがとうございました。皆さんも本日はご参加いただきまして、ありがとうございました。以上で本日の講座は終了となります。クラスルームではこのような講座を毎月開催しています。次回6月講座は、6月24日、20時からを予定しています。今後の講座についてはクラスルーム公式サイトや Facebook ページ、
ルミネのアプリワンルミネで発信しています。ぜひフォローやダウンロードしてください。それではご視聴ありがとうございました。山口さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の講座でお会いしましょう。失礼します。